恐怖体験恐怖体験えっ、ー、と僕あの YouTube でいろいろ動画を見るときにまあいろいろって言ってもほとんど乃木坂46の動画しか見ないんですけどだからあなたへのおすすめのところに乃木坂の動画がわーっと並ぶんですよね。でまあその乃木坂を見てる合間でちょこっとたまにこう平坂浩さんっていう。 方ののチャンネルを見ることがあってでその人は結構あの体当たりでなんかめちゃくちゃ大きいムカデにあのわざと噛まれてみた動画とか,なんかものすごいなんかでかい雲に噛まれてみたりとかしかも毒がある雲とかに実際噛まれてそのレビューをしたりとか体当たり系のジャーナリズム精神が半端ない方なんですけどその方の動画を 見たのが多分きっかけけだと思うんですけどまたいつものように YouTube パッて開いた時乃木坂ちゃんの動画がバーッと並んでてどれ見よっかなと思って見てたらなんか一個だけサムネでかっこいいゴキブリ4線っていうなんかサムネイルがしかもゴキブリに全然あのモザイクとかなしで <laughs> ちゃんとゴキブリ4線ボーンってサムネに入っちゃってるのがなんか出てきて、まあ、それ平坂さんの動画じゃないんですけど多分関連で出てきたと思うんですけどもうそれがもうすげえ怖くて。 罰で罰ボタンでも強制終了させましたけどブラウザを。それが恐怖体験ですかね。